さあそして最年長49歳レジェンド葛西紀明登場です。坂野との年齢差は実に33歳、今年50歳を迎えます。ジャンプに有利な向かい風の中飛び出していった、引けば安定している。トップに立つ目安のライン、緑のライン付近のランディングになりました。130m というジャンプ、まあさすがですよね。まだやっぱり自分の思ったこの力強さっていうんですかね、はい、あのインパクトっていうのは出せてないとは思いますけども、その中でもやっぱり技術で持って 130m まで持っていく、まあさすがですよね。トップに立ちました葛西紀明です。まあ、8度のオリンピック出場、ソチ銀メダリストも北京大会での連続出場の記録は途絶えましたけれども、まあ、現役続行は明言しています。